菅広文5月31日隊は、日本の庭師、ランドスケープデザイナーである。株式会社一目、及び一目スペイン SL の最高経営責任者を、務める。主要な作品としては、上海大光明殿営 e の屋上庭園、椿山荘の神殿には、大公園の庭園などがある。菅は、1972年5月31日、 東京の石寺公園で生まれる。18歳の時に友人に連れられた先の京都で、菅は京都の庭から深いインスピレーションを受け、庭師としてのキャリアを追求することを決める。庭師として働く傍ら、彼は、名高い策定家の火災力と出会う。伝統的な造園手法に挑戦する火星の姿に、憧れ、外弟子として時折彼のプロジェクトを手伝いながら、その手法を学んだ。 菅は17歳の時に東京の神話造園株式会社で庭師として働き始める。そこで3年間働いた後、彼は京都の村上造園に席を移す。1994年22歳の年齢で独立し、大阪においてランドスケープデザイン及び造園会社である一木一席を設立する。設立当初、菅は主に個人客の造園び、 ランドスケープデザインのプロジェクトを手掛けていた。しかし、建築に関する知識の欠如が彼の活躍の範囲を狭めていると感じ、建築士の資格を取得し、建築への理解を深めていった。これにより、商業施設の外部空間やインテリアデザインなどのより広い領域に活躍の場を拡大し、より根本的に空間の用途と環境要因を考慮したデザインを展開していくことと、 なる。設立以来、一目は、様々な規模の80以上のデザインを呼び、造園プロジェクトを国内外で展開している。2018年、スペインのバルセロナに2番目のランドスケープデザイン会社、椿スタジオを設立した。菅の哲学は、伝統的な庭師の役割とアプローチを思い起こさせる、ものである。彼は、全体論的なアプローチで、庭園と建造物の双方が、 調和的に機能するように、空間全体を考慮したデザインを得意とする。小川自閉のような日本の伝統的な庭師を頻繁に、引き合いに出し、庭師の役割が余った土地に増援することではなく、建造物も,も含めた土地全体をプロデュースし、その価値を高めることであると説く。彼はまた、自然や周辺環境との調和、伝統的手法と現代的手法の融合といった、 コンセプトを取り入れたり、商業空間、または公共空間において現代的かつ機能的な空間を実現するために、多くのプロジェクトで全の枯山水の手法を取り入れている。ありがとうございます。